はいはい、呼ばれたからにはそれなりに働きますよと。俺をここまで持ち上げるとか、オタク、資金の使い方間違えてないいやー、貢がれるのも悪くないわ。 次もよろし,くよしここまで来ると俺も楽しくなってきたなとことんまで行ってみるか いやあ、ここまで来るとは参ったわ。でもま限界ってのも悪くない。こんなに愉快な気分はめったにないな。おいよ、そろそろ出番だぜ、マスター。俺は死がない救兵ですからね。マスターには素直に従いますですよ。あんたは広報指示、俺は広報支援。 他のコワモテが前衛ファイト。いいね理想的な関係だ。ぎゃ、救兵のくせに前に出たがるバカがいるよ。おい、そこの赤いのオタク、マスターを守るって自覚はあるマスター、ちょい休暇もらっていいかいいや、無償にキツネ狩りをしたくなってさ。 そこのピンク色のとかすげえ打ち抜きたいですわマジかよ BB がいるじゃねえかあのお嬢さん核爆弾クラスの役ネタだぜまあ根っこが小市民なんでやることはせいぜい町内会クラスだろうけどさやあしてませんよ いくら悪い子だったりうざかったりしたからってレディのお尻を叩くとかもう何のことだか。は <laughs> っはっは。しかし、あれがあのリップね。一皮むけて大人になったってことか。そこは素直に祝福してやらねえとな。メルトリリスまでいんのかよどうなってんだよオタクのパーティーはオタク。 きれいな花庭ってことわざ知らない ?BB とかリップとかまだ可愛げあるから。あの女敵に回るときはほんとノータイムだかんな。気をつけろよ。さてとちょいと失礼しますよ。あ <laughs> あいえいえ食堂でビリーと待ち合わせでしてケチなアーチャー同士仲良く管巻きながら酒盛りですよ。 カードゲームで負け越してるんでね今日こそ取り返してやんねえとな好きなことやっぱナンパっしょ後腐れがなければなお最高嫌いなことねえ騎士道とか暑苦しいのは苦手ですわ聖杯が願いを叶えるってんなら俺もおこぼれに預かりたいもんだ でもまあ、そんなおいしい話あるわけないでしょなーんか嫌な予感がするんですけどね右も左も英霊英霊やっぱ居心地悪いですわあお近づきになりたくねえ俺の得意技は戦闘前の下準備でねほら 試合場に相手がやって来なかったから勝つって、あれ人生そうやって済ませたいもんだ。そろそろ策も尽きてきたな。俺と手を切るならこの辺りが適切だぜ、マスター。ほーんと、あとは自利品になるだけだぜ。気がつけば俺のレベルも高いし、バトルもなんとかなってるし、往生際の悪さっていうか、 諦めの悪さなら俺以上だな、うちのマスターは。はいはい、俺の負け、俺の負け我慢強くて趣味の悪いオタクの勝ちだ。ここまでされたら怠け者だって働くさ。俺の弓で良ければ最後まで付き合うぜ、マスター。ハッピーバースデー。特にプレゼントはないんだが、この笑顔で勘弁してくれ。 BB の野郎勝手に水着にしやがっていや着替える気満々でしたけど自分で選ぶのと人に押し付けられるのはテンション違うっしょかっこ悪かったら目も当てられないっしょつうかきっちりこうで決まってるのが逆に怖いわ俺は森専門のハンターだ 海やら浜辺はあけっぴろすぎてちょい苦手なんだが。ま、この服は悪くないんじゃないスコールに襲われた時、オタクにパーカーを貸してやれるしな。